こんにちは、ササヤンです。本日のニュースを続いていきましょう。今日前半の話題は、4月2日報道特集において、金平ヒキャスターがロシアのプロパガンダに警鐘を鳴らしたのはいいんですけども、 なぜか番組の最後の方で日本もよく足元を見ないとと言ってしまいそのセリフはあまりにもモ問に出演している青木リぃさんと酷似していたので TBS よあんたの方こそプロパガンダだろって話をお伝えするのと後半は韓国のバンクという組織がまたしても日本に一番をつけ始めまして今グローバル請願サイトで署名を呼びかけているんですけどもその請願サイトをよく調べてみましたらバンク自らが作っていたということが判明しましてね <laughs>。ですから今回は 僕のしゃべりを聞いて目をつけた方がいいねと思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは早速まずは金平キャスターの話題から参りましょうかデイリーより見出しがですね「報道特集金平重則氏ロシアのプロパガンダに日本も足元見て」ということで本文を抜粋して読んでいきましょうジャーナリストの金平氏が2日報道特集に出演し プロパガンダ、特定の考え方を誘導する行為について日本の報道に警鐘を鳴らした。この日はロシア国内で行われている報道や教育の現場でプロパガンダについて特集。両国民の認識がかけ離れていることに金平氏は戦争が泥沼化するとお互いの憎しみっていうのはどん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 エスカレートするとした。取材に答えたウクライナ人のロシア人は人間ではないという言葉に何て言っていいかわかんないですよねと未見にしわを寄せていた。その上で 報道の現場でもまるで一言のようにロシアのプロパガンダって批判すると指摘自分たち日本の報道のありようっていうのも危うくないかっていうのも足元をちゃんと見ながら報道を続けなければいけないなと思いましたねと今しめていたおしまい。ということで ええと、もうこの記事読んだ瞬間ね、もう第一印象として、三森の焚き火職人、青木 D さんと話したことが全く一緒だねと <laughs>。もう乾いた笑いしか出ませんよ。まさにデジャブって話でございまして、これは聞いた印象とかね、そういうんじゃなくて、マジで本当の話なんですよ。実は、これより3週間ちょうど手前、3月13日の三森で青木さんは、ロシアの報道規制は一言ではない。我々の社会はどうだろうか。この10年、15年くらい、メディアの自由度はどんどん下がり続けてきて、 大丈夫かというのは我々も見なくちゃいけないとですねもちろん表現は違っていますけども根本の部分は全く一緒。 共通点を抜き出しますと、ロシアを見て、一言ではない、日本も危うい、報道体制を見直せないといけないという感じでございまして、だから、金平さんの話を聞いた瞬間、あ、これって青木りーさんと一緒だんと、まあ、よく言えば TBS の色、悪く言えば TBS のプロパガンダ、完全にお前の案件なんですよね。同じ局の同じ報道だから意見が似てても当たり前ってのは、まあ、わからんではないんですけども、ただ、言葉のチョイスもこうも似ちゃうとですね、えーって僕は思っちゃう。それ TBS というのはです、ね、韓国のプロパガンダ機関として前々から有名じゃないですか以前安住さんが自身の番組「情報セブンデイズの中で TBS はハングルができないと出世できないと発言しておりましたけれどもこの発言は TBS が局としてね反論した気配もないので多分本当って話なんでしょう今でも TBS は何かっていうとね韓国を持ち上げますし高カフ介の事件が起きた時はですねフジテレビがあって感じもしましたけども今ではそのフジよりも TBS の報道番組の方が韓国寄りの発言 多いでしょ例えば日韓合意の話でもですねムン・ジェインになってから慰安婦問題をねもう一回持ち出した時も日本は相手国の身になって真摯に向き合わなきゃいけないとかですね徴用工もしっかりですよ日本が過去をないがしろにしてるっていうような論調は韓国政府そのものですしちょっと前に金平さんですねサド金山の世界遺産登録申請について 強引に申請の方向に持っていくのではないかと韓国政府は危惧している歴史認識の問題は根が深いそもそも佐渡金山に朝鮮半島から労働者が従事していた事実がどのように表現されているのか多くの日本人はこれを知らないとですねあの金平さんねこれ完全に韓国政府のプロパガンダじゃないですかもういい加減にしろっていう感じでね大半の日本の国民はそう思って報道特集を見ておりますよですから TBS さん 自分の足元をね、見ようと警鐘を鳴らすのであれば、まずは TBS スタッフ全員がですね、屋上からですね、青山霊面でも眺めながら、反省文でも書いてくださいよと、あと、ついでなんで、今回の報道特集では、プーチンの支持率が紹介されておりましてね、ロシアの独立系調査機関によれば、プーチンの最新の支持率は83%ということで、まあこれもね、プロパガンダの一環だっていう形でね、報道特集で出ておりましたけども、まあ、この見解についてはね、笹谷も同意します。戦争が始まって一月経っている中、 で下手したらロシア兵が万体の死者がね。出ているかも。って時に支持率8。3%はないだろうと。しかも国内は物価が狂乱しておりましてね。外資系企業の撤退も相次いでいる中で、いくらプーチンのね。愛国流マーケティング z ってのをね。やったところで、まあ、支持率が80%を超えてくるとはね。これはさすがに普通じゃないよね。この番組の中ではアンケートには7%しか答えておらず、戦争反対の人たちは最初から回答を拒否したっていう証言もね。ロシアの学生さんかなそんな？ 証言ししししししててておりまままたけどももも、まあ、7%ののの信憑性ははととかかくく回答拒否るる人がねねね多いいらっしゃるっていうう、ねまあそうなのかもしれませんよ、ね、だから逆に心配されるのはこの世論調査でプーチンを支持しないっていう人がね15%ほどいるんですけどもそう答えた人の身がちょっと危ないですよね。なんかそのうち KGB みたいな人がねつかつかとやってきて回答データを押収してねで支持しないって答えた人間を見つけ出して近寄っていき知らない間にコップの中にねよくわかんない液体をねパタパタパタとねスポイトで垂らしていそうじゃないですか。 だから今のロシアでプーチンを支持しないっていう人たちはよほど肝が据わってるっていうことなのかもしれません。で、先ほど少しね情報セブンデイズで安住さんの話題が出たので昨日のそれにもねちょっと触れておきましょうか昨夜の TBS「情報セブンデイズでは司会のビートたけしからチェンジしましてね新しく三谷幸喜さんが MC として参加しているんですけどもその三谷氏がロシアの軍事侵攻について感想を述べておりまして何を言ったのかと言いますとどの時代も結局戦に勝つのは国力が強いところなんですね。 戦略とか戦術はあるけれどもやっぱり国力食料があって兵力があって武器を持ってるところがやっぱりどの時代も強いんですよと話した上で。 こんなに長引いているってことは、ロシアってのはさほど国力がないんじゃないか、全然軍事大国じゃないんだなと述べておりまして、まあ確かにそうだよなと。例えばですけども、ロシアの国産自動車メーカーにラーダっていうメーカーがあるんですけども、そのエンジンというのはですね、国内生産ができなくて、日産ルローの国外工場、まあフランスとかね、そっちの工場からエンジンだけ取り寄せて、そのラーダにはめ込んでいるってことでね、国内工業が実はめっためたなんですよね。しかも、半導体工場もまともに動いておりませんからね。ですから地下資源に今 までアグラをかきすから実はプーチンというのはですね軍事侵攻の失敗だけではなくて2000年に大統領就任以降ずっと国のトップに鎮座しておりますがあらゆるロシアの国力を下げ続けた類いまれなるおかしな大統領というのがね僕の今の評価でありますさてお次は話題を変えまして韓国バンクの荒れすぎる実態をワオコリアより 見出しがですね、福島産の食べ物は安全。日本の韓国語広告戦略。ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。福島原発の処理水が安全だという日本政府が作った韓国語の映像が YouTube の広告に登場し、サイバー上の外国施設団バンクが是正キャンペーンに乗り出した。日本の外務省が YouTube で公開した広告映像には、福島の安全と復旧過程、それから日本の食品安全性確保のための対応などの映像だ。 おおいいじゃない。やっと検産省も仕事をする気になったのかと、韓国に対しては問題があった場合ですね。その都度、その都度、きちんと対応していかないといけませんよね。いつか分かってくれるだろうってね、黙って大人の対応をしていますと、彼らからすればですね、事実だから文句は言えないんだ、日本人はって風に受け取りますから、放置はしてはいけませんよ。で、 昨年の10月22日に掲載された動画、福島の安全と復旧過程を確認してみると、原発敷地内の96%で防護服なしで作業が可能だ。浄化処理した処理水を海水で薄めてトリチウムの濃度を基準値以下に下げた後、放流するため安全だと主張している。この映像は韓国語の吹き替えと字幕が付けられて公開された。 アクセス数は58万回を超えている。また、日本の食品安全性確保のための対応は YouTube に先月新たにアップロードされ、これまでのアクセス数は280万回に達している。はいでは早速、その280万回いったとされるね動画のダイジェストをご覧ください。ドン。日本に食品の安全性確保をするために、総理に提案するために、英語を安定的に提案するたに、 일반 식품의 경우 방사성 세슘 농도의 기준치 상하는 미국 식품의약국은 약 10년간의 모니터링 조사를 평가한 결과 일본산 식품이 미국 소비자에게 나쁜 영향을 주는 9월 FDA는 수입 규제를 완전히 해제했습니다. 캘리포니아에서는 미국에서도 후쿠시마산 먹거리를 먹어주게 돼서 정말 기쁩니다. 후쿠시마에 대해서는 따로 들어본 적이 없지만 와규는 알고 있습니다. 굉장히 맛있었어요. 더 많이 먹고 싶을 만큼. <laughs> 일본은 전 세계 분들이 일본산 식품을 즐기실 수 있도록 식품의 안전성 확보를 위해 계속 노력해 가겠습니다. はい、とまあ、こんな感じで実に福島の美しい風景が描かれているんですけどもこれが気にらの映像をめぐってバンクは韓国語の広告が不特定多数に日本政府の立場だけを一方的に広告して問題になってるとして是正キャンペーンに乗り出した是正キャンペーンは韓国語の広告を承認したグーグルと YouTube を批判する抗議書簡を送りグローバル制願を提起する方式で進められている日本政府の福島原発の YouTube 広告を抽し 中断するよう世界の世論を集める計画だ。 はいはい、ストップ、ストップです。このグローバル生願で世界世論を集めるっていう話、なんだかすごくスケールがね、大きい話に見えるんですけども、実態は全然違うんですよね。ブリッジアジアドッネットっていうホームページでこのグローバル生願をやっているんですけども、これが完全に内輪の話で、その事実を知っちゃったらば、もう顔がほてってしょうがないくらいね、もう内輪で仰ぎたくなるくらい内向的な内輪話なんですよ。もう笑っちゃうんですけどもね。まあその詳細は後ほどに一旦記事に戻りますと。えー さらに、バンクはネットユーザーが YouTube 内のフィードバック送信機能で Google に抗議するよう合わせて要請しています。えバンクのパク・ギデ団長は、現在、一般人が YouTube の動画を見るために広告を視聴しなければならないが、視聴者の同意なしに一方的に不特定多数に無作為に広告が露出している、処理水の安全性と福島食品の問題は日本と韓国の間で合意されていないのに、YouTube で韓国の広告映像がアップロードされていることは防がなければ なならないと主張ああそ,それを主張するのは勝手ですけどもその前にバンクの皆さんにはですね 東京五輪は放射のオリンピックだと揶揄した上に、防護服を着た人間が成果を持ってリレーするというポスターを出してね、世界から大品縮を買ったんですけども、あれへの謝罪はまだでしょうかしかもそのポスターは、オリンピックの五輪マークだとか、東京2020のエンブレムを勝手に使っていますんでね。あれは、正真証明、五輪のロゴライセンス違反となっておりますので、なるはやで、謝罪と賠償をお願いしますと。その内容以下に問わず、エンブレムを勝手に使うなど、マジで言語道断で でこれに先立ち外務省は旭日記の広告映像を制作し日本国内の YouTube で広告して議論になったことがあるこの映像には旭日記が日本固有の文化であり旭日記はスポーツ応援において士気を高めて勝利を祈願し旭日記の模様は世界の国々でも受けられており広く使われているという一方的な主張が含まれているおしまい。 ということで、早速記事の途中で紹介したグローバル請願サイト、ブリッジアジア .net、これを見てもらいましょうか。ドン。はい、これ英文サイトになっているので、これを Google 翻訳で変換しますと、アジア人のための書き書き、一緒に未来を変えようと。まあ、こんなことがいろいろ書かれているわけですが、その下に3つ並んだサムネイル。どう見ても日本の講義ばっかりじゃないですか。で、グローバル請願サイトであればですよ、今時ロシアへ抗議するっていう請願がね、1本でもあってよかろうものになぜかそれが全くない。なんか かおかしいよねということでこのブリッジアジア .net という URL をフーズ検索にかけてみましたそれがこちらの画像ですドンあめっかっちゃった <laughs> このブリッジアジア .net っていうのはですね昨年2021年10月20日にコリエイトじゃなかったクリエイトされておりましてこの URL を作成した組織はバンクと4文字でしっかり書かれております もうこれ何なんでしょうかね完全に内輪の世界。いやーしかし、日本も韓国も飛騨室の連中ってのはどうしてこうもうずさんな仕事ばっかやってるんでしょうかねこんなんじゃすぐに情報の早いみたいな連中にバレちゃうじゃないですか。ですからね、これ TBS の金平さん、このバンクという組織も韓国の立派なプロパガンダ組織になっておりますんでね。ですから、報道特集でじっくりと取り上げてみてください。あ、でもそれすっと TBS の社員が昇進できなくなるかもなんでね。だから一回安住アナに確認してね。それからお願いする。 かもですが <laughs> ということで今日も話が長くなりましたがこれくらいにして最後はホコリ謎かけで締めたいと思います韓国のプロパガンダとかけまして水穂銀行と解きますその心は韓国で融資するバンクですと <laughs> 今日は我ながら綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね1ヶ月30本くらい、ね、謎かけも作っておきますけどもたまに綺麗に決まるとね気持ちがいいですよね <laughs> なんかね 何を言ってんだって話なんですけども本日も面白かったためになった方ですねチャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたしますありがとうございました笹谷でした